レスリングの須崎由衣選手が金メダル獲得から一夜明け喜びを語りました。夢が叶ったよって。圧巻の強さを見せた須崎選手全試合無失点で勝ち金メダルとなりました。東京オリンピックという存在が自分自身を成長させてくれて強くさせてくれたと思っています。今回東京で。 金メダルを取れた瞬間にあのもっともっと強くなってさ,さらなる高みを目指したいって思ったのであの一回体を休めてからまた次の目標に向かって頑張っていきたいなって思います。